消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、もちろんですで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、亮平です。お願いします。はい、本日も引き続き、亀スポーツ所沢店さんに来ております。ありがとうございます。本日なんですけれども、もうこちら、見てわかるかな、バッティンググローブコーナーをちょっと今来てるんですけども、ね、昔ちょっと紹介した時ちょうど入れ替え機でバッテリーが少なかったんですよ。それがもう今もうこんな埋まってるということなので、ちょっとね今日いろいろ新しく見るバッテリーとか気になるバッテリー、見ていこうかなと思います。で、後半はヒロトにちょっとこっちの方、はい、バットですよ、バット。動画後半に関してはヒロトにバットの方、じゃあまずバッテリーの方をやっていきます。ここかな、アディダスさんのバッテリー新商品が入ってます。ピンク、青、赤、蛍光、イエロー、カモ、ゴールドなのか、白ゴールドなのかな、なんかちょっと今までに見たことないここの配色、まあ全部同じ配色だから金になるのかな、一応白金、新しいタイプのバッテが入ってます。ちょっとね、これマジで気になる、ピンク、昴生さん、昴生さんじゃないですか、やっぱピンクといえば、うんうん、ピンクマンだったりとか、まあ僕もね、青なんかが気になったり、青好きなんだっていうのはありますね。では、アディダスさんといえばやっぱり派手なバッテっていうイメージがあるので、で、僕も確かね、2、3年前のモデルかな、アディダスの持ってて、品質もすごいいいので、僕はすごいアディダスさんいいなと、おすすめできるなというふうに思います。で、次こっち、アンダーアーマーのバッティンググローブで、こっちが革、こっちが合皮、粗いやつとなってます。で、こっちの革の方かな、なんかね、シンプルになってきましたね、アンダーアーマーさん。まあ、もともとアンダーアーマーさんのバッティンググローブってそこまで派手じゃなかった印象もあるんですけど、よりシンプルに単色に近づけてきたっていうような、ガチャガチャしてない感じのカラーリングをしてます。白と黒に関しては金が入ってて、青と赤に関しては蛍光が入ってます、蛍光イエローがね、ワンポイントずつでちょっとおしゃれな色も入ってるので、それもいいんじゃないかなと。やっぱね、そんな派手でガチャガチャしたくないっていう人向けにはかなりおすすめなバッティンググローブとなってます。はい、でこっちもう王道ですね、パワーアーク、モーションアーク、またパワーアーク、合皮のパワーアークとなってます。まあね、もう水野さんのパワーアークに関してはもう人気ナンバーワンなんじゃないかといったような感じで、この辺が新しいのかな、パワーアークでいうと。ちょっとまあ、バッティンググローブなんで、あんまり開けちゃうとあれなので、外で本当にちょっと見づらくて申し訳ないんですけれども、ネイビーなのかな、これは一応黒かネイビー、赤、緑が入ってるんですよ。こっちの方が見やすいかな、まだ同じものなんですけど、緑が入ってるバッティンググローブって多分僕今まで見たことなかったかなというのがあるので、これすごいおしゃれだなって感じますね。こっちはモーションアークの限定品で、ここがシルバー、僕持ってるんですけども、それはこっちまで上の方までシルバーだったんですけれども、今回こっちがなんて言ったらいいのかな、ラメ、ブルーラメって言ったらいいのかな、色的には銀、ブルー銀あ、ごめん、語彙力がなさすぎます、すいません。ただまあちょっとね、光った感じの青が指のこの辺の部分にモーションアークの模様のところに入っている、ちょっとね光ってる部分の色が変わったよっていう、これが限定のバッティンググローブです。はい、ちょっとね、僕が気になるバッティンググローブが、はい、ずらーっと Z さんが並んでます。これね、なんすか、どうしました今日ね、久々でラガーズでキャッチャーやってくるね足かしプルプルなんですよ。はい、ミーニングだけじゃないですか。うるせえな、ほら。基本的に金が入ってる。最近なんか金のバッティンググローブとか多いじゃないですか。っていう点ではこれね、すごい目立つなっていう。これとこれもね、若干違ったりするんですよ。配色が逆になってるんですよ。まあ同じ青系でも濃い青、まあネイビー寄りだったり、本来の純粋なブルーだったりとかっていうのが、このね、1,2,3,4,5,6,78種類ものバッテが同じシリーズでカラーリングが出てるって、かなりすごいことだなと思いまして、パワーアークも、基本確かね4
色5色ぐらい定番品に関してはなんですよ。こっちのねアディダスさんのバッテも基本的にはやっぱ5色ぐらいじゃないですか。それがこの8種類もこのカラーバリエーションがあるっていうのはめちゃくちゃすごいなって、本当に語彙力がなくなっちゃってるんですけどっていう感じがします。でまあこうやってね金入ってるけれども渋い色だったりとか、まあ、やっぱね白入ってたらやっぱ明るくなりますし、もう白ピンクまたまた出てきちゃいましたね。白ピンクって言ったり派手な色と目立ちたいところは目立つけれども抑えめな色だったりっていうので本当に好みのバッティングローブが見つかるんじゃないかなっていうのはあります。でこれ全部合皮なので洗えるんです。だからこれから梅雨の時期とか入ってきて、まあ、バッティング濡れちゃう汚れちゃう泥まみれになっちゃうって言っても心配ないです。合皮なのでなので、革のバッテ使って、ドロドロになりたくないよっていう方なんかはこれでおしゃれができるっていうのは僕はすごいおすすめです。じゃあちょっとね僕気になったバッティングローブ、紹介してきたので、次はヒロトの方に、バットの方を紹介してもらおうと思います。ヒロトお願いします。はい、良平さんに代わってバットを紹介していきたいと思います。で自分が気になったバットはまずこちらです。ブラックキャノン10、新しいやつです、ね、新しいやつ。こちらブラックキャノンが10周年で発売された、なのでブラックキャノン10っていう名前が付きました。ヒロトと同い年じゃん。ブラックキャノンって進化する高速弾道、これ40巻構造になっていてトランポリン効果がアップするんですよ。潰れないんで公式上がりの方には結構おすすめです。ヘッドバランスがこれトップになってるんで本当にヘッドを効かしたいバッター結構おすすめです。じゃあブラックキャノンっていうことはカーボン、カーボン若干も残ってるんですけど、これしなりがこういう感じになるんです。なんていうの、これこれでここの部分でね、はい、その分やっぱりボールが潰れない MQ が、なんでその分前に飛ぶ、はいはい、打球スピードも低く速くっていう感じのバットになります。まあ、トップバランスのバットでしなり出るのはいいですよね。いいですよね本当に。次は、はい、デュアルフラッシュ、これすごいですよ。これボナムさんが使ってますね、はい、デュアルフラッシュは。でこれウレタンの部分が違うんですよ。太さがここに書いてあるんですよ。全然違いますよ。ウレタンの部分太さが違うんで飛ばしたい時と軟式だとやっぱり叩きがあるんで、こっちのウレタンがこっちのウレタンが薄くてこっちの裏側が厚いんですよね。ウレタンがで太い方が 23.5mm なんで飛ばしたい方はこっち使って、でゴロとか叩きの打球を打ちたい時はこっちの薄い方を使ってもらって打ち分けができるんで、小技とか本当にゴロとか次の塁に進めたいランナーを進めたい方にはこっちはおすすめ。なるほど。これチームに1個あったらいろんなタイプのバッターも使えますよね。チームバットとしてもかなり有能。かなり有能です。なるほどなるほど。一つ一つ、はい、23.5mm がどれだけ太いのかちょっと分かんない人多いでしょ。で SSK の MM1 走ったでしょ、はいはいはい、18っていうのは 18mm ってこと、うん、だから M がミリメートルなのかな。俺は勝手に思ってんだけど 18mm を M を逆にしてると思ってる。だからこれで肉厚設計なんですよ。ビヨンドより分厚いってわけ。はい、18mm ってことはビヨンドの方は 18mm 以下なんですよ。多分16とかなのかな。多分そうなんです。ちょっと超えてきちゃう。でこれがここが 23.5 なんです。 5.5mm ぐらいこっちの方が分厚いんですよ。これで分かった。太さ意味は分かった。分かりました。意味分かった。はい、分かりました。意味分かった。意味分かった。誰もいないけどね。 OK 大丈夫。やべえ、めっちゃ痛いやつじゃん。 OK18ね。これ 18、それより太いっていう。太い、はいはい、これね MM18 がそのレガシーに厚さで対抗するって言って売り出されたバットですからね。でそれをさらに超えてくるのが MM18。 いわゆる真ん中に芯がないんですよ。うん、うん、ずれてるんですよ。こっちにずれてるんですよ。その芯がこっちにずれてるからその分 23.5mm をまあしかもこっちが芯みたいな。実際こっち側薄いんですよね。ウレタンが薄いからまあ叩き系だよね。パンダ系、こっちが長距離系ぶっ倒してる時っていうバット。ちなみにこれ2年前ぐらいかな、ロンティースタンスやりましたね。えぐいと思う。では上投げでも軽く投げべって打ちましたよね。確かセンター 110m ぐらいの中央公園のバックスクリーンを越えてたから、はい、あれなんかクロスでもやんなかったでしたっけ。クロスは調子悪くて打てなかったです。いや下手っけ。うん、普通に越えてた。本当ボールなくしてる。レガシーが出る前だったから俺完全に俺これ買おうと思ってたけど、実はレガシー買ってました。ぶっちゃけこっちとこっち、まあ打ち比べしたんですよ前。あんまりね、変わらなかったんですよ。飛んだか飛んでないかっていう意味では、距離的にはあんま変わらなかったんですよ。でも多分、叩き向きだし、長距離向きだし、飛ばし向きだと思う。ちょっとね、僕じゃちょっと多分、低くならなかったんですよ。あ、それね、それね、ボナさんも言ってた。覚えてる。ボナール。そんな感じでした。はい、ありがとうございました。そのまんま MM18 を紹介しますか。次のバットはこちらになります。 MM18 なんですけども、これ新しく出た MM18 です。何が違うんですか今まで。これまずミドルライトバランス、
手元バランスなんですけど、ヘッドの部分見てください、これ。あー、長くなってる。長くなってます。カーボン部分っていうのかな、多分こっちに重心を寄せた分、こっちも 18mm って書いてあるんで、なんでこっちに重心ある分、小回り利くバッターとかおすすめかもしれない。中距離バッター向きみたいな。だからそれこそヒロトとか向いてるんじゃない。向いてるかもしれない。よくドン詰まりとか結構多い人とかおすすめかもしれない、うん、で軽さがこちらですね。軽さが 660g。 軽っ。これハイパーマッハとかあんま変わんないんですよ。そうっすね、ハイパーマッハとかブラックキャノン ST とかウレタンでこの軽さってあんまないよね。あんまないんですよ。ユーポーにおすすめかもしれない。軽さを求めたら多分一番いいバットかなと思う。本当にハイパーマッハを超えるかもしれない。買いますか買いませんか。買いません。さすがに値段がやっぱり 44,550円、高いですね。さすがだね。さすがですね。でもそれでもね、やっぱカムイさんすごいのが定価よりかも安い。税込み分ぐらい安くなってるのが 10% ぐらい安くなってるの、まあ、ありがたいですよね、うん、さすがカムイさんです。まあ、こういう新作バットも安く手に入る。すげえすげえです、うん、本当欲しくなったな。急に気になったバットに入ってるんで、ね、もし手に入れる機会があったらぜひゲットしたいと思います。はい、はい、ということで本日はカムイスポーツ所沢店さんでバッティンググローブ紹介とバットの軟式のバット紹介をしてきました。その他にねちょっと後ろの方にはなるんですけれども、公式向けやソフトボール向けのバットがあったり、高校生対応のとか中学生ですね対応のバッティンググローブがあったりと、そのね打に関しても品揃えが多い装飾、さんなので、ぜひ皆さんお越しください。カムイスポーツさんインスタグラム、ありますし、その他、各種アプリもあるので、そちら、ぜひぜひ概要欄ありますのでチェックの方よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではよいしょー。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。